コナンの映画は思い出補正もあり、時計仕掛けの摩天楼が一番好きです。どうもこいこいです。今日はですね、 Python 基礎講座法文編ということでやっていきたいと思います。まあこういった基礎講座も今後少しずつやっていこうかなと思ってますと。で、法文は繰り返し処理で使用されるんですね。で、これもう超メジャーなんで、まあ出てこないことがないですね。プログラミングしてたら、まあ必ず出てくると言っても、まあ言い過ぎじゃないかなと思いますね。なんで法文に関しては、書き方忘れちゃったっていちいち調べてるんじゃ間に合わないんで、まあスルスル書けるようにしといた方がいいってことですね。で、今回は簡単な使い方をまあ説明したいと思いますと。で今回は Jupyter ノートブックを使って説明していきますと。まあ Jupyter ノートブックないよって方は Google コラボレータリーでも大丈夫なので、Google コラボレータリーの使い方、前の動画でやってるので、こちら右上に出しておくので、わからない方はこちら見ていただければなと思います。ではやっていきたいと思うんですけど、まあ事前準備としてこのフルーツっていう変数とナムっていう変数を用意しておきますと。まあリンゴとかブドウとか果物の名前が入っていると、フルーツの方はで、ナムは適当な数値が入ってますと。まあこれ使うんで事前準備でまずはこれを準備すると。そしたらもう早速法文を使っていきたいと思うんですけど、このフルーツって中に5つ、果物が入ってますよね。これを順番に繰り返しで出していきたいと。まあそういう時に法文が使われるんですね。で、書き方としてはこの for v in フルーツコロンってなってますけど、まあそのまま読んだだけですけど、こういう風に書くんですね。 for ってまずは書いて、その後に v って書いてますけど、まあこれが実際にリンゴとかブドウとかが入っていくんですけど、これ v じゃなくても何でもいいんです。自分で決められます。 i でもいいし x でもいいし、まあ今回は v にしました。で、インって書いて、その後ろにフルーツって、まあ、さっきの変数を入れてるんですけど、これでフルーツから順番に取っていくよ、順番に取っていったやつは V になるよっていう意味になるんですね。で、その後下の1行に、まあ、プリントカッコ V ってなってますけど、まあこれでプリントしてブドウとか、桃とかが出るようになってると。で、法文の場合はこの 4V in フルーツコロンの後に必ずこの、半角スペースが4つ空いてるんですね。まあインデントっていうんですけど、まあこれを開けないといけないっていうルールになってるんで、まあ開けてあげてると、まあタブキーを押してもいいんですけど、まあそれで、こういう風に、書いてあげるってことなんですね。まあたったこれだけで動くんですね。まあとにかく動かしてみると、そうするとこれリンゴブドウとか桃とかイチゴまで最後まで全部取れてますよね。まあこんな感じで取れるんですね。まあちょっと本当に最初だとこれどういうことってなると思うんですけど、まあ慣れですよね。まあフルーツの中でまずリンゴが V に当たると、でプリント V でリンゴが出ましたと、その後にまた4の一番上のところに戻るってイメージなんですね。で、2番目のブドウが V に入り、プリント V でブドウが出てくる。で、また戻っても、もう、まあ、これがくるくる、回ってるっていうようなイメージですね。で、次なんですけど、まあ、if 文との組み合わせということで、まあ、if と組み合わされることが結構多いんですね。まあ、if やってないのに if やっちゃうんですけど、まあ、さっきと違うのは、まあ、for v in フルーツ、ここは一緒ですと。で、プリントが3行目にあって、その2段目に if ってのがあるんですね。この if ってのは、まあ、if 連括弧 v、まあ3以上みたいになってますけど、まあこれまたコロンがあって、まあ if もその下インデントが開けてまた半角スペースが4つ入るんですけど、まあこういう風に書いてあげると。で、これ何が起きてるかっていうと、フルーツだからさっき言ったように、まあ一個一個リンゴとかブドウが V が取れるんですけど、それを IF で判定してるんですよ。これ 何を判定してるかというと、これ V を連で囲んでますけど、連ってのはその文字列の文字数を数えるんですね。なんでリンゴで言うと3、サクランボで言うと5ってなるんですよ。それが3より大きい時だけプリントで出してねってなってるんで、うまくいけばサクランボしか出ないはずなんですよね。で、実際にこれ実行してみるとサクランボしか出ないですよね。なんでうまくいってるんですよ。なんでちゃんとこの4で5回ループしてるんですけど、 if で3より大きいものの時は処理をする、そうじゃない時は何もしないって、これだと意味になるんで、まあこういう風に組み合わせて使われることが結構多いんですね。まあこれがさらに if がもう一個出てきたりとか、 for がもう一個出てきたりとか、なんかもうどんどん複雑になっていくって感じで、まあこれが基本的な型なんですね。で、次は range との組み合わせってことなんですけど、まあこれもよく出てきますと。で、何かっていうと、これさっきのフルーツの in の後のフルーツが range カッコ10ってなってますと。で、プリント v ってなってる。まあとにかく一回実行すると、そうすると0から9までこうダーって出てきましたよね。まあ、そういう意味になるんですね。レンジ10ってやると0から10より1個下ですよね。1個下までこうループして出てくる。だから100ってするとこれ0から99まで出てくるって意味になるんですね。まあ、これも結構使いますと。で、この2段目の例えば5でカンマ10っていう風に書くと、今度これ5からって意味になるんで、5から10より1個下、5から、9まで出てきますよね。まあ、そういう書き方もできるんですね。始点と終点を決めることもできると。で、逆に5のこのカンマ10の、で、もう1個カンマ10
半までやって2ってやってあげるとどうなるかっていうと、そうすると5、7、9って出てくるんですね。そうすると5から、まあ、9までを2個飛ばしでこう出してくれっていうこともできて、まあこれで結構ループすることができるんですね。これも結構使います。これもまあ必須かなっていう感じがしますね。で続きましてアニュムレイトっていうことなんですけど、これ何かっていうと、例えばさっきフルーツを取り出しましたよね、リンゴとかブドウって。でもこれが何番目だったかを知りたいって時ってあるんですよ。リンゴが0番目、ブドウが1番目、最後イチゴが4番目とか、まあ、それをなんか格納しといて後で使いたいってことがあったりして、そういう時にこれを使うんですね。これどうやってるかっていうと、フルーツ、さっきインのフルーツってありましたけど、このカッコでくくってエニュムレイトで囲ってあげるんですね。囲ってあげると、さっきは V だけでしたけど、こうキーと K と V、まあこれキーとバリューって意味に一応してるんですけど、 K と V がこう入ってると、そうするとこの K の方に番号が入るんですね。0番目とか1番目とかで、 V の方にリンゴとかブドウが入ると、まあそれをまあプリントのキー V ってやると両方出てくるはずなんで、まあちょっと一回やってみると、そうすると0のリンゴとか1のブドウって出てますよね。なんでこの K の中に順番が入ってくれるんで、すごく便利ってことなんですね。そういう時はこういう風に囲ってあげるとできますってことです。これも結構出てきます。一応もう一個用意してるんですけど、まあさっきと同じように3より大きい、文字数が3より大きい場合は出してねって言っても、まあちゃんとこれで、キー3番目とさくらんぼって出るんですよね。でこの K を例えば、まあ、何かしらの変数に保存しておくと、後で3番目の場所が、3より大きい文字数だったねってことで取り出したりできるってことですね。で続いてが ZIP ってやつなんですけど、まあこれも結構使うんですよね。私最初見た時これよく使い方わかんなかったですね。なんで圧縮しちゃったの急に、なんていう風に思ってました。でこれも実はまあまあ簡単で、このインの後の ZIP ってやってフルーツとナムって囲ってますけど、これZIP で囲むと両方取り出せるようになるんですね。で X1、X2 ってやると、この最初のフルーツの方が X1 に入って、次のナムが X2 に入るんですね。でプリントして X1、X2 ってやると、リンゴ5とかブドウ26ってフルーツとナムが両方一緒に取り出せるんで、すごく便利だってことなんですね。これ2つですけど、別に3つぐらい入れることもできるんですよ。まあナムの後ろに違う変数入れて、まあ、X3 とでもしてやると、まあいくらでも何個でも取り出せるってことで、まあこれも結構便利ですし、Python の書籍とか見てると結構この書き方が出てくるんで、覚えておいた方がいいと思います。ただ注意点としては、これフルーツとナム今これ大きさが同じなんですよ。5つ入ってますよね。リンゴからイチゴ、5から45とか。でこれが例えばナムの方が5と26 2つしか入ってないと、小さい方に合わされてループしちゃうんで、まあここは注意した方がいいです。基本的にはまあ同じ長さにした方がいいと、まあその方が分かりやすいと思います。じゃあ最後にちょっと内包表記をやりたいと思いますと、まあこれちょっと難易度が高くなっちゃうんで、うんってなる方もいると思うんですけど、まあお聞きいただければなと思います。でまず例えば普通の場合って一応やってるんですけど、x って変数の中に0から99までの数字の2乗した数字を入れたいとするじゃないですか。そうするとさっきの for 文を利用するとこういう風になるんですね。まず x の変数をここで、書いておいて、まあレンジ100ってやると0から99までループすると、それの、これが2乗って意味にここがなるんで、それを x のアペンドで入れてあげると、まあこれ実行すると最後プリント x ってなってますけど、0からこれ99までの2乗のうちが入ってますよね。ちゃんと2の場合は4とか3の場合は9で、まあこれがこういう風に入れられるんですよ。でこれがまあ for 文の基本的な書き方で、まあ今回学んだことはこれで、集約されてて、これで書き方としてはいいんですけど、もうちょっとシンプルに書く方法があって、それが内包表記っていうことなんですね。で今のを内包表記で書くとどうなるかっていうと、こうなるんですね。これ1行なんですよ、たった。でプリント x、 まあとにかく実行してますけど、まあ同じ答えが出るんですよね。まあこういう風に書けるんですよ。ただやっぱり慣れは必要ですよね。これカッコでくくって v の2乗ってなってますけど、これが頭に来るんですよ。でその後に4の V インレンジカッコ100で、これコロンとか入ってないんで、まあ、またその辺がややこしくて使いづらいんだと思うんですけど、まあ、こういう書き方をするんですよね。ループして V をループして、その2乗って言って一番頭に入れてあげると、このカッコの中にどん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 入ってって、最終的に X の中にいっぱい入ってるっていう状態になるんですね。まあ、一応こういう書き方があります。でこっちの方が処理の速度が速かったりするんですね。少しだけですけど、なんでまあこういう書き方もありますってことですね。まあ、ちょっと慣れは必要でしょうと。
もうこの時点でお腹いっぱいの人には申し訳ないんですけど、一応内表表記内で if 文とか if else 文を使用する場合の説明をしたいと思います。で、これ何かっていうと、 v が50より大きい場合だけあの x の中に入ってほしいって時どうするかっていうと、一番後ろに if v の50より大きいってやってあげるんですね。そうすると、まあ、51から99までの2乗が x の中に入るんですね。実際にやるとこうなりますと、減ってますよね。まあ、ちゃんとこういう風に制御することも一応できますと。で最後に if else 文を使います。これどういう時に使うかっていうと、先ほどみたいに50より大きい場合は2乗したいと、でも50以下の場合はそのままの数字が欲しいんだって場合、先ほどの書き方じゃできないんで if else を使うんですね。でも if else を使う時って、なぜかさっき if 使った時後ろだったじゃないですか。なぜか if else の場合は前にしなきゃいけないんですね。でもこの辺がややこしくて、多分内包表記って入っていきづらいんだろうなと思うし、僕も最初はこうつまずいてました。まあ一応やりますね。でそうすると、あの前に書くんで、for の前に if v50 以上の、50より大きい時と、その場合は2乗ですね。まあこれは頭に書くんですね。そうじゃない場合、 else の時は v をそのまま入れてね、こういう書き方をすると一応入るんです。そうすると、実行すると、あの0から50まではそのままの数値が入ってて、51以上の時は2乗されてますよね。一応こういう形で、入れることができると。まあなんでこれもガリ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 加工すると、まあどんな形でもまあ大体入れることができるってことにはなりますと。ただあんまり長いと、あの可読性とかが落ちるんで、まあやりすぎは厳禁かなって気はしますね。はい、ではいかがだったでしょうかと、まあ、まとめたいと思うんですけど、あの簡単に説明って言っといて、あのやってて分かったんですけど、結構いろんなことやっちゃいましたね。すいません、ちょっとボリュームが多すぎたかなと思ってますと。で、あの特に内包表記はちょっと慣れが必要だなってことは分かったと思うんですけど、まあこれ必須じゃないんで、最初内包表記やらなくていいと思うんですよね、慣れるまでは。なんで普通に for 文とか、まあ、if 文の組み合わせができれば十分だと、最初はそれで十分だと思います。で、まあ、for 文はしょっちゅう使うことになります。もうこれもプログラミングの勉強をしてすればするほど、あの絶対使うってことが、まあ、身に染みて分かってくると思うんで、まあ、やり方は絶対に覚えておいた方がいいっていう、ことですね。はい、では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。